どうぞ。はい、ということで先ほど作らせていただきましたスウェーデントーチで鶏飯の方、今日の夕ご飯ですよ、みんなの。これ失敗したら地獄ですからね。今日の夕ご飯のを作っていきたいと思います。材料はですね、まずこの舞茸、そしてこの、ま、丸ごと鶏、はい、そしてこのお米、もう天然水、はい、あ、そして醤油、バカ野郎ということで、醤油バター味だ、バカ野郎ということでね、美味しくやっちゃおうかなと。本だし映ってるのかな、これ。本だし、じゃあ、あとこのネギですね、仕上げのネギいっていきたいと思います。じゃあまず何から入れたらいい、これ。まず米、お米まずね、1キロ。ルカ手伝って、ちょっと米ちょっと半分ざっくりでいいのかな、これ。一応そう、ありがとうございます。これ無洗米、あ、研がずに炊けるやつですよ。ストップ。オッケーオッケー、こんなもんでいいんじゃないの。半分いったんじゃないの、これ。どう、いった、半分でいいって言ってんの。お前大丈夫やろ。オッケーオッケー、ちょっといい感じで、ちょっと水入れるか。これよくこうね、これ手につくやつ、手首までみたいに言われてます。いや、この水加減マジでいけ、大丈夫これ。こんなもん、ストップ、やばすぎるよりちょっと硬いぐらいの方が。ちょっと激硬になんない、大丈夫ですか。おこわレベルじゃない、これ。大丈夫、行きましょうか。じゃあそしてこのちょっと、わ、本だしか、本だしちょっと入れて、灰すげえな、灰来た、灰も味だこれ。ね、本だしシャシャシャいきますよ。全部入れちゃうの。そうですよ。まあ、そしてこの舞茸ね、切って細かく入れて、ルカちょっと、うん、親友の息子ですから、親友の息子、うん、入れちゃって、毎日これお料理手伝ってすんの、普段。あんまり手伝わないの。何してんの、ママ。お料理したい時とか、テレビ見てんのかい。これ入れる。あ、入れましょう。そしてこの丸鶏ね、本当の丸鶏やん。クリスマスやということで、はい、切れるかな、これ。切れるか、危ないな、ちょっと。なんかこのまんまもう入れていいみたいなんで、ちょっと待って。思ったよりこの鶏丸ごと掴むの気持ち悪いんですよ。思ってたより気持ち悪いですけど、いっちゃいますよ。入れていいのかな、これで。おー、パーティー料理じゃん、完全に。これこれがパーティー料理だよね。はい、そしてネギ切っちゃうと、ネギ切っちゃう、ネギ切っちゃう、うん、お前切る、こういう切る早いの。これなんかもう切るとかさ、死ぬほどやってきたから、これ後でね、後で完成して炊き上がったら入れますんで。じゃこのまんま、何する、このダッチオーブンの蓋を閉めーの、何する、そして網です。網あったのね。やけどっぽい。この火力のところに放り込みますよ、まずこれちょっとね。ルカ大丈夫、そこ熱くない、ここに置こう。大丈夫、はい、マジでこれうまくできるのかな。みんなで夕ご飯よ、これ。やば、熱っ、
で待っていただいて、しばしお待ちください。雨落ちる。落ちないじゃないですか。いや、もうちょっと溶けてきてる。すげえな。すごいね、これね。すごいな。はい、ちょっとできたようなの、ちょっと持ってきますよ。これ大丈夫？バランスが。ここでぶちまけたら、ここでぶちまけたら一番の地獄なんで、ちょっと待ってください。よし。はい、よし。はい、やりましたけども、ちょっと中、開けてみますけども、いきますよ。大丈夫ですか？熱くないですか？大丈夫です。てい！おぉ鶏めし、どう？どうですか、これ、皆さん。おー、美味しそう。あれ、周り完全に焦げてる感じなんですけど、うん、あ、焦げてるわ。そうだよね。まあでも焦げご飯もマジで。じゃあちょっとここにちょっと仕上げで入れていきます。はい、はい、これバター全部入れちゃっていいのかな。はい、あ、私も待って待って、あ、ありがとうございます。コンセント、はい、コンセント、コンセント、はい、コンセントね。ごめん、わかんない。はい、ということでちょっと混ぜていきたいと思いますけど、え、これどう混ぜんだろうな。周りからちょっと待って、すみません、まずね、なんかこの縁から醤油つってましたよね。いきますよ。いいのかな。いきますよ。あ、そうし、はい、なるほど。はい、バターこん、ちょっとね、このでかさ、これでかっ。え、これでそれが溶ける、いいのかな、崩しちゃって。崩しちゃってください。いきます。おお。硬っ。あ、すごい。焦げを、あ、焦げ混ぜ込まない、はい。あ、はい、あんまりけど、ね、ちょうどいい感じで。どうですか、うん、どうでしょう、このけどバター自体がうまそうだね、けどもどうなんだろう、め、匂いはめちゃくちゃいい匂いなんだけどな、これ、こっから来るのは、うん、けどでかすぎて鳥がうまく混ぜらんないですけど、ちょっとここでちょっとネギ、はい、ということでこれで鶏飯ダッチオーブンでのスウェーデントーチからの完成ということで、振る舞いたいと思いますよ。振る舞いますよ。振る舞いましょう。ちょっと、じゃあ、ふみさん、ふみさん、マジで、ふみさんに、はい、お願いします。お願いします。ワイルドな感じですけど、はい、90以上だけど、見てください。はい。これご飯から、はい、ご飯から、舞茸ご飯から、ありがとうございます。すみません。やった、ジュダイさんに振る舞ってもらった。ちょっと、いや、それでかいじゃん。これでかい。けどこれな、1羽っていうのがね、切れないですけど、できますか、しゃもじじゃ無理なの、しゃもじだと切れないのか。そうですよね。これふる、じゃあお米、お米だけ、まずお米だけちょっとこんな感じで、いいです。はい、じゃあすいません、いやいや本当にどうなのかなっていう、いやいや本当に、はい、すいません、お願いします。いただきます。どうですかこれ、これでうまかったら奇跡なんですけど、めっちゃうまいよ。本当にめっちゃうまい。いや本当です、めっちゃうまい。社長本当ですよ、めっちゃうまい。いやいやちょっと待てー、国崎さん、ちょっと待てー、国
国脇社長来ましたけど、今うまいっていうのが、そう、うまいっていう言葉で、ね、まで行くのやめようって、やめようって、ちょっと犠牲振る舞いますね、ちょっと、はい、うまいの、あれめっちゃうまいし、え、鶏がちょっと切れないんで、ちょっとお米、ああ、いい、すみません、うん、お米のこの微妙な硬さ、箸がない、箸がない、箸がない、ちょっと待って、お箸、うまい、いいね、めっちゃうまい、うん、そうです。スモーキーな匂い。そうですよね。スモーキーな匂いがちょっと。あ、いい、いい、あ、もうでも僕は好きな、うん。ありがとうございます。だいぶスモーキーな匂いが。いやいや、あ、ちょっと、うん、はい。鳥がなんか どうすればいいですかね。こうやって、あ、もうつついて、はい、混ぜ込んでしまえばいいですよ。あ、もう完全にほぐすっていう。そう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 。こんな美味しいんだ。本当ですか、めちゃうまいし、めちゃうまい。え、ジュダさん食べてないの？まだ食べてないです。なんだよ、普通に振る舞ったばっかりじゃん。食べようよ、食べようよ。マスナオも、マスナオもちょっとさ、すごくいい香りですよ。お世辞抜きで、めっちゃうまい。多分このスウェーデン統治途中で火力を強くした僕のおかげだと思うんですよ。なんでもバンブさんのおかげですよ。なんでもね。そうだよね、今までそうだよね。ありがとうございます。ね、ライバーハウス今までやってるの全部バンブ先輩、ね、で御嶽海もね、鳥が来ましたよ、大きくなったのは君のおかげだった。トモコイか、あ、何、あ、そう、鳥が、はい、ありがとうございます。ありますか、じゃあ、言ってますかね、映ってますかね、うん、OK です。ジュダイさんのダッチオーブンを。いやいや、初めての経験ですけど、ごちそうさまでした。いやいやいや、完全に低評価じゃない。うん、うまい、うまい、どうですか、うん、米もまあまあいいよ、うん、じゃあ本人が食べない。いや、もうちょっと食べない。あれ、こう米もいい感じ、米もいい、ね、少しちょっと、じゃあいただきます、ちょっと鶏肉を食べます。はい、うん、いただきます。あ、すいません、ありがとうございます。うん、うん、よかでもやっぱりご飯食べない？どうかおいで。どう？大丈夫、おじさんたち全部食べてまだ死んでないから。鶏がめちゃくちゃ柔らかくて、うん、お米も硬、この硬さいい、めちゃくちゃ美味しいんですけど、本当に若干スモーキーな匂い。食べましょう。食べてみる。熱くない？熱くない、大丈夫、大丈夫。キノコやる。なに、何の好き嫌いってのネギ大丈夫。ルカルカ、おいおい、もう言わないから。ルカ、おいルカ、なにじゃないよ、もう。キノコないから、ほら、キノコないよ。見て、ここにね、子供を怒らせる天才ですね。仕事さっき仲良くしてたの。そうそうそう、さっきは仲良くしてたよ。仲良かったんだよ、なんか。いただきます。うん、でもなんか地雷踏んじゃったんですね。地雷踏んでないです、大丈夫です、大丈夫、そんな繊細です、まあ、キノコの子だけはやりたくなかったって食べることがダメなの。ちょっとでも食べられたら成功なんですよ、はい、だから俺も18年、19年はやってるけど、はいはい、一度も失敗はない。本当ですか、すごい。食べられないものができない。できたら失敗と。食べられないものができちゃったら失敗。最初にね、18年前ぐらいかな、はいはいはい、これでケーキ焼いてくれましたよ。この、これでですか、ま、僕のことを好きだった頃。いやいや、今でも大好きじゃないですか。めちゃくちゃ仲いいじゃないですか、お二人。焼きリンゴ、はい、焼きリンゴ、リンゴの芯をくり抜いて、はい、シナモンとかなんだっけ、あれを入れて、リキュール入れて、シロップみたいな、シロップ入れて、この中でこう並べてて、それできちゃうんすか。そうそう、焼きリンゴで、デザートまで作ってくれました。どっか焼くじゃん。いやいや、もうめっちゃ仲いいじゃないですか。ローストチキンね。めちゃくちゃ仲いい。ローストチキン最高ですね。かわいそう。大丈夫、大丈夫。でも20年以来の仲ってことなんですね。もっともっとなんですか。30年は経ちますね。30年経つんですか。キャンプも一緒に行って。あのコント、今、あのコントからって、その、あのお嫁さんで年代を分かるって。今のは嫁さんのことじゃなかった。お
俺のほとんどの嫁が知ってるとさすがですね、それは。もうちょっと醤油入れますか。もう醤油とかさ、味がバター醤油みたいにさ、はいはい、味塩コショウとかをさ、あちょっと味濃いめにちょっとしますか、うん、もうちょっと、ほらほら、持ってくる持ってくる、肉体労働派だから味が濃い方がいい。醤油でもいいけどね。トモ食いさせるんですか。トモ食い誰そんなこと言ってるの。トモ食いさせた。本当恐ろしいコメント。お前食べていいのか。トモ食いさせた。すいません、今ライバーハウスキャンプ場のマスコットニワトリがですね、投げてやった鶏肉食べてます。あー、そういうことですね。結構うまそうに食べてる。結構うまそうに食べてる。いいのか。ライバーね、ライバー。あ、本当だ。全部食べちゃった。あれ、これごと食べたんじゃない。あれ結構自分はうまいもんだと思うだろ。じゃあ骨を骨をちょっと。お塩とお塩ちょっと、うん、お塩とお塩ちょっと、キノコ残しちゃっていいか。バンバンキノコ出しの方がいいな。マイタケはうまいよ。嫌だ、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 嫌だ。食べなくなっちゃう、本当にね。トモ食いをお願いします。おー、いいよ。もう一個。細かい。おいしい。ジュダイさん5個が刺しちゃってる。あ、ありがとうございます。はい、引き続き頑張りたいと思います。これ醤油、うん、あ、醤油ちょっと、はい、もう全体に入って食べさせる。チキン食べさせる。熱いじゃん。熱いな。外側と一緒に行かない方がいい。外側入れるとね、ちょっと焦げ臭くなっちゃう。だけど一番最後にその焦げが大好評で、焦げがいいんですよね。なんか買い出し組がえらい時間かかった、ね、そうですね。ね、何買い出したの。とりあえず炭買ってこいって言ったんですよ。炭ないです。炭がないと、はい、ただこの飯食っちゃったらもう夜いらないぐらい。そうそう、俺らはね今食べちゃった、うん、そう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 。これを食べたことを内緒にしとこうぜ。うん、そうですね。ナイトパーティーこれからですもんね。ジュダイ君の番組見て初めて気がつけたんですよね。いやもう じゃあ今回は今日はちょっと初ダッチオーブンで成功ということで、はいはいはい、ね、ジュダ君これハマりそう。ハマりそうです。やりたいです、またキャンプ、はい、今日初キャンプなんですけど、うん、ありがとうございました。本当こういうご縁いただいて。これがマイダッチオーブンを買ってね。マイダッチオーブン、それをいつも持ち歩いてで極めたいと思います、ね、ダッチオーブンの料理、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。もうこのライブハウスキャンプ場で、はい、ライバーハウスのメンバーがキャンプするときは調理担当決定ですね、うん、僕がやります、やります、うん、ダッジオーブン担当と、うん、そうで、そう、意気込みをさっき国明社長から、うん、聞きたいってことだったんで、なんかこうキャンプ、このライバーハウス TV、うんうん、やっぱヒットさせるっていうことで、はいはいはい、ちょっとさっき北村さんにも相談したんですけど、うん、もっとなんか過激なことも僕だったらできるかなと思って、そのなんかサバイバルとか、そういうなんかこうキャッチーな勝者見るようなことも全然、1ヶ月釣り竿だけでとかも全然もう、なるほどね。行ったね。はい、もうやったろうかなと思って。じゃあ早速、今日ね、今日やってもらおう。いや、今日は。いや、今日やっても決まり。今日は体張りたいと。いや、今日はちょっと追い詰められたいと言ってるんで、今後、荒々しいところ見たいって。今日は、ジュダイ君夜になったら、心霊スポットに行ってもらおう。いやもうこれ絶対、一番苦手なんですよ、一番苦手なんですよ、本当に。まあここ有名なとこやからね。一番苦手なんです、ちょっとマジで。いや、これは行ってもらおうじゃないか。だって荒々しいとこ見せたいって言ったの。見せたいって、まあそうですね、なんかこう少しでも貢献できればと思ってて、本当にそれは、ね、向こうに貢献できる、ええ、ここはね、まあいわゆる景色としては山しかないんだけども、はいはいはい、この山ずっと歩けるんですよ。で、キャニオニングっていうその、はい、谷をずっと歩いたり、トレッキングしたりすることができるんで、はいはいはい、そこをもう何回か行きましたけども、はいはいはい、そこをもう、それも行ってみたいですね。少しの食料で3日ぐらい入ってもらおうかな。あ、そういうのも全然やりたいです。あ、そうですか、はい、心霊スポットとそっちはどっちがいいですか、はい、そっちのキャニオニングの方がいいですか。しょうがないな、じゃあキャニオニングやってもらおうか。キャニオニングの時は僕自撮りなんですかね。自撮りと死んじゃうかもしれないですよ。こっそりって言ってもいいけど、ここからずーっと入れるんですよ。本当にすごい。ここ日本じゃないというようなところが。あ、そうなんですね。もう許可取ってあるからここぞ。まあキャニオニングやってもらいましょうね。キャニオニングぜひやりたいですね。ここでいろんなチャレンジ、はい、いろんなチャレンジちょっとできたら、まあ、あと社長にありますけど、チェーンソーもマスターしてもらう。そうです、ね、そういうのもぜひぜひ挑戦させていただきたい、はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。すいません。
ございました。でまた最高でした。ありがとうございました。すみません、お世話になりました。